海道は岐阜県郡上市岩田町上南町から郡上市名宝地域を抜け鉱山市清見町三日町に至る約6 4トルの道路の相性。ひだみのせせらぎ街道やせせらぎ街道とも呼ばれる。岐阜県北部の日田地域を南北に縦断し高山市街地から太平洋と日本海の分水嶺である西上峠を越えて郡上市街地まで。 岐阜県道七十三号鉱山清美線、国道二百五十七号、国道四百七十二号、国道二百五十六号でつなぐ区間の道路。起点から、高山市清美町奈良谷までは、岐阜県道七十三号鉱山清美線、高山市清美町奈良谷から道志清美町、大原までは、国道二百五十七号、高山市清美町大原郡から、郡上市淡田町。 島谷までは国道472号、そこから終点同市八幡町上南町までは国道256号である。東海北陸自動車道が日田清見インターまで開通するまでは、郡上八幡岐阜方面から高山市内をつなぐ主要アクセス道路であり、多くの自動車が行き交う交通量の多い道であったが、開通後は交通量が減少傾向にある。 前線にわたり、飛騨高地の山間部の山林地帯と、大小様々な河川、渓流に沿って道路が伸びる。標高差が約700メートルある山岳道路でもある。河川の本流や支流、時には、源流が、街道のすぐ側を流れる。西洪峠の北側、高山市清美町三日町から西洪峠まで、 宮川の支流の川上川の沢沿いを走り、西浦峠から中間地点にあたる、道の駅パスカル清見の前後区間で混ぜ川の流れに、沿って南下し、岐阜県郡上市名宝との境である、坂本峠を坂本トンネルで越え、吉田川の沢沿いに下り、郡上市八幡田町上南町の市街地に至る。ルートの両端側は、町並みや田畑を通り抜けている。 急カーブが続くようなところは少なく、西上峠の前後区間を中心に、沿道の山林は、紅葉樹の森が広がっている。岐阜を代表する紅葉の名所としてよく知られ、最高点の西上峠付近で白樺から松の、林も見られる。西上峠日だせせらぎ街道は、日だ地方の中に、江戸時代の面影を残し、 小京都とも呼ばれ、観光客が多く訪れる飛騨山と郡上八幡の二つの町を結ぶ道である。沿道は、大倉滝や西浦峠と、坂本峠との間にある道の駅パスカル清美が有名。足を伸ばせば、スキー場もある。街道そのものに約700メートルと、標高差が大きいため、紅葉を長い期間にわたり楽しめることが特色である。秋には、 山から麓へと次第に紅葉が降りてくる。紅葉前線が、ドライブで楽しめ、もみじ狩りで、街道沿線が混雑する。日だ、美の紅葉33線にも選定されている。また、西浦遊歩道、大倉滝遊歩道、大原遊歩道などの遊歩道もあるため散策も、可能である。ありがとうございます。